全国スーパーグローバルハイスクール課題研究発表会 SGH 甲子園にお越しくださりありがとうございます。 SGH 甲子園は平成28年度文部科学省大学入学者選抜改革推進委託事業、特に主体性分野等の調査研究の取り組みの一環でもあります。この文部科学能力や世界観を身につけてありがとうためにSGH での課題環境が極めて重要となっていくことを思います。そして粘り強い学習と訓練を通して自己を信用し、次世代のグローバルリーダーとして成長していただき、20年後の日本を牽引していく、そういった大人になってほしいと心から期待をしています。この発表会が本当に皆さんにとって実り大きい合意になるように心から期待をして私のご挨拶をさせていただきます。文部科学省初等中等教育局国際教育課課長補佐の鈴木康人様にご挨拶を頂戴いたします。鈴木様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日頃こういった SGH の中でのその課題研究の成果とそういったものをちょっと披露していただくとともに、今日はそのいろいろなディスカッションとかがあるというふうに聞いておりますので、そういったところでですね、さらに自分たちの課題研究というものを進めていく場というふうになるというふうに考えております。こういった取り組みが一層進められて、成功をしてですね、国際的な人材として皆さんが育てていくということを我々は思っていただきたいと思います。鈴木さんありがとうございました。まあ、それでは続きまして高校生の決意表明に移らせていただきます。具体的素養を身につけることも、社会の諸問題に対して問題を発見、分析する力やグローバルな視野を持ち、課題を解決する力と豊かな発想力、世界へ発信するプレゼン力や交渉力を培え、世界をリードする日本を支える人材としてグローバルリーダーを目指していきたいと考えています。今日経験することをたくさん吸収して、これからの探究活動、生活に生かしていきたいです。高校生の皆さん、私たちが持つ意見や可能性を大人に見つけるチャンスです。今まで研究してきたことを精一杯の言葉で伝え、有意義な時間にしましょう。小野さんと川田さん、よろしくお願いします。 SGH 甲子園。レイ、お願いします。私たちはこれから2030年のスマートグリッドに関するシナリオプランニングを発表します。これから彼がこの私たちのタイトルについて分かりやすく説明してもらいます。まずスマートグリッドについて説明したいと思います。スマートグリッドは文字通り賢い送電網という、
発電の効率化、そして電気料金の低下を、促すための新しい電力システムです。それに先立って僕たちはビジネスの際よく使われるシナリオプランニングという方法を使ってこの未来を考えてみました。私たちのシナリオプランニングのテーマは2030年のスマートグリッドです。In addition, with this idea, we can reduce the emission amounts of CO2. Yeah, it melts in my mouth. Ouch! What happened? I have a terrible stomach ache. Are you okay? I take you to a hospital. What should we do? They don't have any information about plastic in Japan, making it a legal high.どうしても高校卒業後から
てその留学とか他のことをした証明を提出することで課題を免除にしたりすることにすればそのもっと自分の使い方とかでタイムマネジメントができるようになる人もいると思うし、そういう優秀な学生を入れたいっていう気持ちがあると思うんですけど、そういう優秀な学生っていうのは世界で活躍しようと思うので、やはりあの英語重視ですと思うんですね。で低所得者層というようなものであったりですね、これはギャップタームという制度そのものが持っている課題ではありませんよ。全体としてはあのしっかりとよく議論して、短時間でこれだけを決められると思います。皆さんどうもありがとうございました。新婦南海高等学校チームです。おめでとうございます。
ステージまでお越しください。ありません。これはこの映画の中でファストファッションブランドの下請け工場で働く女性が言った言葉です。短いサイクルで売り出しているブランドやその業態のことを指します。また NGO と企業の双方によるレポートを使って両方の主張を整理しました。ファッションブランドの服が安いのは人件費を削減しているからだと改めて分かりました。これからの業界を変えていけると考えられる高校生が SNS を通じて隠された真実を知ること、共有し拡散すること、これが私たちにできることだと考えました。Many people around the world are dying from obesity. Obesity is called 肥満 in Japanese.Obesity causes a lot of illnesses, such as heart disease, diabetes, and brain infarction. It means that this background can't be solved without the American government. Is it okay? Now, there are a lot of products and projects for solving American obesity. It is possible to solve obesity in America through food education for children at school.As you know, we have a lot of food education in Japan. One of them in Akita is Marugoto Akita Kyushoku. During lunchtime, the teachers tell children detailed information about food for them to become interested in food. Number two, farming activities. In Japan, we experience farming activities during kindergarten and elementary school.We are sure that food education will help to solve obesity in America. この新しい試みっていうのは各高校の先生方の熱意がなければ全く動かないものです。そしてこの大会は来年も続きます。皆さん学校に帰ったら後輩にこんなに素晴らしかったんだ、私たちはやりきったんだ、頑張ったぞ、お前らも頑張れ、君たちも頑張れ、というふうにメッセージを伝えていただけたらなというふうに考えております。どうも皆さんお疲れ様でした。